手でどこで捕まえますかとかで中国とかにもやしてくれる、そんなふうになってですね、人によってその通訳機になったり、その人のライフスタイルに合った、ね、あの活用方向に変わってくれるっていうのが、まあ、そのガーミンっていうところを組んだことを申し込んで、移動超の長いね、こんな結果のライバーこれも僕いいんですか、多分皆さんもそうだと思うんですけど、きっと iPhone で多分生活も変わってるでしょうし、多分欠かせないものって思ってる方が多分多いと思うんですね。で、なんか面白い話があって、まあ、これ僕の実体験なんですけど、2年ぐらい前に僕マンションに住んでて、家に火事があったんですよ。で、その火事の時に、まあとりあえずなんかサイレン鳴ってるし出なきゃなと思って急いで出たんですね。で、まあ鎮火して家に戻ろうって戻った時に気づいたんですけど、僕 iPhone しか持ってなかったんですよ。で、家に一人しかいなかったんで、まあ、家の鍵も開ける話だったし、はい、なんか財布も持ってなかったし、まあ大切なもんだったのかなって。けど、iPhone 女子部っていうのもものを作って、その時に不足っていうのをなんかまあ作ってみようって思ったんですよ。で、じゃあ女子にとって iPhone って何なんだろうっていうので。思いついたのが化粧ポーチってことで、まあ、なんでかっていうと、まあ、側とかをこう可愛く、化粧ポーチとかも可愛いの持ちたいじゃないですか。ブラック上でやっていて、今日あった一日のね、盛り下がってしまって、今続いてるインスタグラムぐらいですかね。